グレゴリオ・リッチ・クルバストロはイタリアの数学者、ルーゴ出身。テンソル解析の発明者として最も有名であるが他の分野でも重要な業績を残している。以前の生徒であったレビチビタと共に最も著名な論文を書いた。これはテンソル解析についての先駆的研究でグレゴリオ・リッチとサインをしている。これはリッチ・カーバストロが 出版物で自身の名前の短縮型を用いた唯一の時期で現在でも混乱を引き起こしている。リッチ・カーバストロは高等大数学と無限小解析に関する本、デデキントにより始まった研究を拡張した実数理論に関する論文など他の分野でも重要な著作を発表したロマーニャの定置生まれ。家族はルーゴの中でも最も古くからある高貴な家系であり、 深く、カトリック教徒に伝統によるものであった。ピュース九世が1857年に唯一、ロマーニャへ訪れた時、ルーゴの家族の邸宅に滞在した。この熱烈な宗教的信仰は、全人生を強く特徴づける要素であった。16歳で高校の勉強を密かに終わらせ、1869年に、ローマ大学の哲学、数学コースに入学した。翌年、 教皇国家は倒れたため、父から自身が生まれた町である、ルーゴに呼ばれた。その後は、ボローニャ大学のコースに通ったが、後に1年だけ、ピサ高等市販学校にも入学した。1875年、オン・フューシーズ、エス・リサーチ・コンサーニング・リニア・ディファレンシャル・イクエーションズと、題する微分方程式の論文をもって、物理科学と数学で、ピサを卒業した。 様々な場所を訪れ、エンリコベッチ、エウジェニオベルトラミ、ウリース・ジニ、フェリックス・クラインなどの数学者から学んだこともあった。1877年にミュンヘン工科大学で奨学金を取得し、後に教師であるウリース・ジニの助手として働いた。1880年、パドバ大学で数学の講師になり、リーマン期科学と微分二次形式を扱った。 レビチビタも所属していた研究グループを結成し、彼と共にリーマンダ用体上の座標もしくはテンソル解析を用いた絶対微分解析に関する基本的な論文を表した。これは、その後、アインシュタインの一般相対性理論のリングはフランカとなった。実際、絶対微分解析はアインシュタインがリッチクルバストロの甥いに書いた手紙に書かれているように、 理論を発展させる上で重要な役割を果たした。この文脈において、理論の中で重要な役割を果たすショイ・リッチ・テンソルを同定した。影響力学におけるテンソル解析の起源は、力学系の一般的な扱いを創始したラグランジュ、一般次元の幾何学について、最初に考えたリーマンにまで遡る。リッチクルバストロは二重形式において、 クリストフェルとリフシッツの業績の影響を受けた。実際、リッチクルバストローの理論の大きな発展では、クリストフェルの友変微分の考えが本質的な役割を果たした。その業績に対して多くの賞を受賞している。様々なアカデミーで賞賛を受けている。自身の生まれた町とパドバの両方で政治生活に積極的に参加し、 ラベンナ地区の土地排水と流ゴ水道への計画に貢献した。小惑星番号13,642は彼の名前にちなむ。ありがとうございます。